さあ始まりました、買う前必見車の見方、グー鑑定団、小島団長、はい、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。団長はコンパクトカーお好きですか？はい、好きですね。乗りやすいじゃないですか。あ、そうですよね。大きい車もいいんですけども、運転しやすいので、いいですよね。いいですよね。まあ、そんな方にぜひご覧いただきたいのが、日産ノートでございます。日産ノートは2005年1月の初代モデルの誕生以来、日産のベーシックなコンパクトカーとして多くのユーザーから親しまれてきました。2020年11月には3代目モデルが登場し、プラットフォームを一新、パワートレーンは第2世代に進化した e パワーが搭載されました。モーターとインバーターが刷新され、従来モデルからトルクや出力をアップ、スムーズで思い通りの加速や高い静粛性を実現しています。エクステリアは薄型ヘッドランプや、そこにつながる新型 V モーションクロームを採用し、存在感のあるデザインになっています。またインテリアもセンターディスプレイを一体化させ、電動化モデルらしい先進性が表現されています。車両の詳細は概要欄をご覧ください。今日ご紹介するモデルは3代目ですね。このモデルのコンセプトって、はい、実はコンパクトカーの常識を超える運転の快適さと楽しさが詰まった先進コンパクトカーということで、結構ですね、いろんな新しい技術を載せていたりもします。あ、そうなんですね。そうですね。まあ、実際鑑定ではいろいろどんな風に見ていくのか、はいはい、団長、今回もよろしくお願いいたします。お願いします。それでは早速いきましょうか。鑑定スタート。内装から見ていきましょう。いきましょう。はい、画面も大きくてね。そうですね。メーター周りも全部画面なんですね。そうですね。シフトレバーもだいぶ変わってますね。そうですよね。シフトバイワイヤーなんで、はい、なんかユニークですよね。なんか操作感も。コンソールの傷とかも、もう火に問題なさそうですね。傷は正面から見た方が見やすいです、ね。正面から見ると。で、へこみは斜めから透かしてみた方が見えやすいです。はい。ですね。はい。あとはまあ下回りですね。ステップ。ちょっと見にくいんですけども、はい、傷。あ、本当だ。はい。ここまで潜らないと分からないですね。はい、そのサイドシェルの下あたりは骨格になるんですか？骨格ではないんですよ。あ、じゃあそこが傷ついてても。骨格の定義は、まあ、簡単に言うとですね、外側から見えない部分と覚えてもらえると、ドア開けた内側、ボンネットの中側っていう風に、外にから見えない部分を骨格と思っていただけると分かりやすいかなと。で、じゃあフロント周りですね、まあ、ボンネットあって、フェンダーがあって、その奥が骨格という、まあ、これがそうですよね。そこですね。ここの部分ですね。これがインサイドパネルっていうような骨格もあって、サイドメンバーっていうような骨格があるんですね。まあ、その骨格部位にダメージがないかというところをしっかり見ていきますよと。あ、これ傷あるじゃないですか。傷ついちゃってる。で、ここも結構重要なポイントなんです、実は。え、そうなんですか？何かというと、塗装面の下地が見えてますよね。これグレーじゃないですか。グレーです。グレーっていうことは、これは交換はしてないなっていう見方ができるんですよ。グレーじゃなかったら？交換部品は黒なんですよね。そんな違いがあるんですか？なので、この下地が黒の場合っていうのは、あ、交換してるんだなっていうのが分かる。ボンネットが交換されてるっていうことは、奥にダメージがいった可能性が高い。まあ、これだとグレーなんで、あ、交換してないなっていうのが断定できる。勉強になります。そういう細かいところでも判断の材料にするっていうのが僕らの仕事なので。はい、流れの知見ですね。それはそうです。透かすとここにへこみあるの分かりますね。ちょうどね、結構あるんですけども、正面から見てもね、分かりづらいじゃないですか。分かりにくいですよね。ちょっとこう斜めから見るとこう分かるというか。次はギア周りで、はい、で、まあ、リアゲートもいつものように交換してないのかなっていうところをチェックしながら、まあ、交換してたらこう黒っていう感じですね。まあ、低いところで四つ角、まあ、リア周りは特に大きなダメージなさそうなので、まあ、こういった形でこうぐるっと一周してですね、はい、やっぱりいろんなところからぐるぐると足を運んでみる、大事ですね。そして時間は効率的に使うってことですね。そうです、そうです、はい。
さあやってまいりました、視聴者の皆さんからの質問コーナー、パフパフパフこの日産ノート最大の特徴は何ですか？イパワーですよね。イパワー 100% モーターで走るんですが、実はハイブリッドの一種なんですよね。エンジンは 100% 発電役に使って、タイヤを動かす動力はモーターで、エンジンでも走ってないんですね。そういうことなんです。この3代目のノートは第2世代の e-power を搭載していて、この発電役のエンジンってかかるタイミングによっては違和感を感じるかもしれないですよね。そういうところが違和感なく感じられるものになってきているということで、例えば路面が荒れた場所でエンジン音が目立ちにくいところでエンジンをかけてみたりとか、気にならないところで。そうなんです。非常に賢い制御をしてくれる車になってるんですよね。団長に質問です。過去の鑑定で記憶に残っているエピソードは何ですか？まあ、僕らって、中古車展示場に行って鑑定するんですよね。で、1日、1台だけじゃなくてですね、もう何十台っていうふうに車を見ていくんですけども、夏場でですね、体感温度40何度ぐらいのところで地面も暑いですよね、太陽が出てたら見るっていうのがとても辛くてですね、それすごいこう印象に残ってますね。でもきっと真面目な団長なことですから、はいはい、それ一台一台しっかり見ていったんでしょうね。していきましたよ、はい、何台ぐらい見たんですか、それ。もう多分 2,30 台見たんじゃないですかね。そんなに見る日があるんですね。帰れないんで、ちゃんと水分補給しながら、はい、見てますので、はいはい、そうやって命がけで一台一台鑑定してますので、はい、ぜひご鑑定ご利用ください、はい、プロの目線から見た鑑定結果を皆さんの車選びの参考にしていただけたらと思います、はい、団長団長、はい、鑑定士による車両状態の評価書ってどうやったら確認できるんですか？いい質問ですね。私たち鑑定士が1台1台チェックした内容は鑑定書としてまとめられているんです。グーネット上ではこのマークが目印です。販売店でも確認できますので、お店の方に聞いてみてください。了解しました。団長、はい、今回は日産ノートをお届けしましたが、いかがでしたか？ね、私正直初めてね、見たんですけども、すごく乗りやすそうというかですね、コンパクトでね、運転しやすそうですし、確かに団長がまだ見ないということは、まだ市場に出回ってからまだね、手放す方があんまりいない可能性もありますね。逆にいい車なんですかね。あ、そうかもしれないですね。そういう見方はできますよね。流通が少ないのかなっていう。ではいろいろ見ていきましたが、団長、今日の格言をお願いしていいですか？はい、噛んじゃった。大丈夫です。はい、それでは今日の格言でございます。下地グレーは問題なし。はい、ありがとうございます。まあ、グレーは基本的には純正なので、はい、大丈夫なんだなっていうふうに思っていただけるといいと思います。なるほど、はい、これからもいろんな人気車種、鑑定士の目線から皆さんに有益な情報をお届けしていけたらと思います。団長、今回もありがとうございました。ありがとうございました。さあ、次はどんな車がやってくるのか、次回またお会いしましょう。ありがとうございました。